長い旅だった。いろんなことがあった。ルイジェルドと出会い、冒険者になり、大森林で変な事件に巻き込まれたり、パウロと喧嘩したり、シーロン王国では捕まって、赤竜の下顎では殺されかけたりもした。旅が始まった時はあまりに遠すぎてたどり着けるなんて思いもしなかった。でも物事には必ず終わりがある。目的地がある以上、旅はいずれ終わる。そして今日、俺たちはヒットア寮に到着する。